ホワイトアルバム2幸せの向こう側2012年アクアプラス、どうもアラヤンです。前回の続きですね。トーマカズサが第二音楽室のピアノのピアノを弾いてた人物だってことが分かって、トーマと一緒に怒られた後に話をしてたら小木曽刹那がやってきたところでしたかね。さあ続きいきましょうか。いや無傷、うわ、見た感じじゃよくわかんないな。月指とかない？窓から落ちそうになったんでしょ。あまりにあっさり俺の手を掴むと自分の両手の上に広げてまじまじと吟味する。俺の怪我を心配してくれてるのはありがたいけど、俺の手のひらの上を小木曽の指が這い回るのはなんというか相当に、この小木曽刹那は結構積極的に攻めてくるタイプの子ですよね。大丈夫大丈夫大丈夫だから、本当無傷だから、むしろ心配事はそこじゃないから。思わず小木曽の手の届かない頭上へと両手を掲げ、私服の感触を放棄してしまう俺は真面目と自己弁護するには虚しすぎる。あ、そうか。どうだった処分の方。俺の手をいじっていた指が胸の前で組まれ、そんな可愛らしい仕草で俺をじっと見つめる。ああ、追って沙汰があるって。まあ、停学とか謹慎とか活動停止とかは食らわないと思うけど。そうなんだ、よかった。学園祭まであと一月もないもんね。ああそうか、もし停学とかになってたら学園祭に参加できない可能性はあるってことですよね。というか準備もできないしね。時々視線が横にずれるのはご愛嬌なのか。ああそうだな、よかった。ん？北原くん？確かに俺の内心に響くようなペナルティが課せられることはなさそうだったけど、よかったよ。せっかく小木曽が入ってくれたのに、学園祭出られなくなったらシャレになんないし。軽音楽同好会の音楽室使用許可取り消し。最後に諏訪が示した軽い処罰の可能性は、実は今の俺たちにとっては下手したら致命的だった。そうだよね、参加するって決めた頃にはつまらない事故で出られなくなるのは悔しいし。つまらないことしてごめんなさい。わあ、そういう意味じゃないから。別に北原くんのことを責めてるわけじゃ。まあとにかく心配かけて悪かった。とりあえずそういうことだから。そうか、音楽室の使用許可を取り消しされるっていうのは事実上解散みたいなもんですもんね。そうだね。うん、とっても心配しました。だからとっても反省してください。こんなこと言うリアルな人物は見たことないっすよね。ごめんなんて、ほんの数分間だけどね。小木曽。それじゃお友達？ここまで散々無視しといて、こんだけ横でイチャイチャされたらたまったもんじゃないですよね。俺はこの時全然気づいてなかった。小木曽のタイミングが絶妙だったことも、遠間の表情がやたらと微妙だったことも。ああそうそう、紹介するよ小木曽。ちょっと、私は別に。こっち、トーマカズサ。うちのキーボード担当。言っちゃいましたね、むちゃくちゃ。ふざけるな、このバカ。だから、普通にトーマの方に手を置いて、普通にトーマにげんこつで殴られる。半年後の今って時を普通に嬉しく感じてた。
もう触るななんて言われない今を。ミスったね。全然ついていけない。まだ怒ってるみたいだな。これが本気のトーマか。俺の拙いギターなんか滋賀にもかけない孤高さがかっこいいけど、個人的にはとても悲しかったり。トーマ上総、3年 E 組、出席番号32番、帰宅部所属、住所岩津町 6-2-12、電話番号。なんでこんなことまで知ってるんすかね。そんなのはクラス名簿で知ってる。というか全員分を暗記してる。クラス委員として必要だったから絶対不要でしょう。この情報は必要だよな普通。でもこれは知らなかっただろ。去年までのクラスは2年 H 組、一昨年のクラスは1年 H 組。いくらクラスメートだからって過去まで詮索していいわけないだろ。住所や電話番号もどうかと思いますけどね。個人情報の取り扱い方が極端だよお前。H 組、各学年の最終クラス、つまり音楽科クラス。でもまあ道理で去年まで全然見かけなかったわけだ。 A 組から G 組までの本館に教室のある普通科と違い、H 組は3年前に増築された特殊教室が集中する新館にあるせいで、普通科との交流がほとんどない。それだけが原因じゃないみたいだけどな。っていうと2年の時、年の半分近く欠席してたんだとさ。進級もギリギリだったらしい。もしかして去年は体調悪かったのか。聞いた話や俺の経験から判断すると悪かったのは性格みたいだけどな。今だって引き続き性格悪いけどちゃんと学校来てるぞ。そりゃ遅刻はダントツで多いけど。お前それフォローしてるつもりか。余計な一言が多いよね春樹は。いや待て、お前の一つ前の発言に引っかかるところを見つけた。俺の経験からってどういう意味だ。最初にお前のクラスであの子見つけた3日後に付き合わないかって言ったらいきなり蹴りだぜ蹴り。手当たり次第なんすね。待て待て待て、お前一言も俺に断りなしで何やってやがる。俺は呆れ返ってしまった。いやだってお前のクラスの中じゃダントツだろ。付き合うならあの子しかいないって思ってさ。お前はクラスごとに女がいないと気が済まないのか。全学年全クラス24人の彼女を作る気か。その節操のなさではなく、一瞬で特上の獲物を見極める鋭すぎる嗅覚に。やだな、音楽科はパスに決まってんじゃん。だから全部で21人。お前男とつるむ資格ないわ。今まで俺に紹介してくれようとした女の子たちは全21人中何番目くらいだったんだろう。いいじゃんか、昔のことだ。それにお前の彼女ってわけでもないだろ。それはそうだけど。なんやかんやで春樹も好みのタイプってことなんでしょうかね。なぜつまる俺。あのだな、そのタケヤ。なぜどもる俺。彼女ではないにしてもなんだかんだ仲良くやってるみたいだな。そりゃ性格悪いけど人格悪くないし、普通に話せるそこそこいい友達つがお隣だし。ところが去年まではな、他の音楽家のクラスメートとはまるっきり口を聞かなかったらしい。じゃあ春樹は結構特別な枠に入ってるってことなんですね。え、トーマ上総はな、入学当時
音楽科始まって以来の優等生だったんだとよ。そこから竹谷がもたらしてくれた情報はいつものように精度と密度の高い信用に値するものだった。問題はいつも性別が偏ることだけで、1年の時全国コンクールに出場して当然のように優勝。今年例の松川がやっと3位入賞したのと同じ大会をすでに2年前に制覇していたほど、最初から周りとレベルが違っていた。当初音楽科の教師たちはこぞって東馬を持ち上げ、クラスメートたちは彼女と比較され、その未熟さを幾度となくこき下ろされたらしい。それでも普通に優等生をやっていれば、同級生たちから畏怖ではなく尊敬で、畏怖ではなく憧れで迎え入れられていたかもしれない。東馬陽子誰けれど、そこには彼女と他人との間に余計な確執をもたらすもう一つの要素が見え隠れしていたようで。それってもしかして。あ、つまり東馬のお母さんだろ。確か保護者名簿で有名な音楽家とか言ってましたっけ。すごい寄付をしてるとかでしたよね。そう来ることは予測してたけど、そんなことまで覚えてるお前はやっぱ不気味だぞ。で彼女のお母さんが何か。実は保護者名までは特定の人物についてしか抑えてないけど、そこを突っ込まれなかったのは幸運だった。あのさ、ハルキ、結構前だけどウイスキーかなんかの CM でさ、赤いドレスの女がピアノ弾いてるやつ覚えてないか。それって小学生くらいの頃じゃないか。確か各界の一流アーティストが出てくるシリーズもので。そうそう、それそれで、そのシリーズの一番目がそのピアニストでさ。あー、なんかあったあった。うちの母親なんか確か CD 買ってきてたぞ。クラシックなんか普段全然聞かないくせに。それが東馬のお母さんか。うん。でさ、つまり。あ、嘘だろ。いや、思い出した。確かに画面に東馬陽子とクレジットされてた気が、総合的に考えて 80% くらいする。あの頃は日本で活動してたけど、今はヨーロッパに拠点を移したらしくてな。東馬のクラシックのピアニストという日本では結構マイナーな職種にもかかわらず、普通に CD が平積みされてたアーティストで、しかも今はクラシックの本場でもきっちり売れてるらしくて。うちの学園に相当の寄付をしてるらしい。第二音楽室のピアノも東馬家の寄贈だとか。すごいね。母親が自分の環境において超がつくほどの有名人、しかも学園に多大な寄付をしていたとなれば、教職員も東馬をいろんな意味で特別扱いせざるを得ないだろう。そう、例えば3つある音楽室のうちの1つを専用で使わせるくらいの優遇措置とか。東馬上総は音楽科始まって以来の優等生だった。しかも地位も金も名誉もあるわ、教師に贔屓されるわ、まさに至れり尽くせりの特別な生徒だった。そんなことがいろいろと積み重なってクラスではソース感食らって、ついでに東馬の方も歩み寄る気配がまるでなくて。つまりあいつは、そんな自分を色眼鏡で見る教職員と同級生の双方に平等に牙を剥いたってわけか。2年になってからはほとんどクラスメートと話したことはなかったって。なんだよそれ、クラス委員何やってたんだよ。普通のクラス委員はな、お前みたいに鬱陶しいくらい干渉したり何でも仲立ちしたりとことんまで面倒見たりしないの。その通り。そうなの。他人の嫌がる仕事を黙らずにやるのがクラス委員の仕事じゃなかったのか。その結果他人に嫌がられたことが何度もあったとしても、ま、そんなこんなでさすがに居づらくなったんだろうな。3年から普通科に転科してきて今に至ると。そうか。でどうする、それでもうちに誘うのか。
さまざまな感情が渦巻いたりきしんだり移入したりして、すぐにはいつも通りの正論反論理想論を唱えられない。難しいぞ、あの子は。仲間とつるむのに拒否反応があるかもしれない。とにかく悔しくて、俺のあまり得意でない感情論に走ってしまいそうだった。何しろこの俺を振るくらいだからな。他のどんな男にだって心を開くとは。黙れ、一クラス一穴主義者。でも春樹にはちょっと心を開いてる感じはあるんですよね。それでも誘うよ春樹。一度あのピアノと合わせてしまったら、何としても仲間になってもらう。あの音に魅せられてしまったら、あんだけ上手くて帰宅部で、しかも普通科で、誘わない手なんかないだろう。そりゃそうですわね。人格に問題さえなければね。性格か。しかもその音を奏でてたのがだったのなら、おぎそにはなんて言うんだ、ピアノ担当のこと。今まで嘘ついてたろ。きちんと説明する。しっかり謝る。でもトーマが必要だって分かってもらう。納得してくれなかったら、絶対に諦めない。だって俺にはどうしても二人とも必要なんだ。どっちも大事なんだよ。というか軽音楽同好会はリーダーは竹谷じゃなかったっけ。まるで春樹のものみたいになってますけど。人、それを二股という。お前に言われるとは思いもしなかった。21またかけようとしてますからね。確かに今の俺は最低のことをしてるのかもしれない。俺を信じて集ってくれた仲間に嘘をついて、俺を助けてくれた友達に大きな迷惑をかけて、でももう止まれない。止まる必要を感じない。学園祭本番までとうとう一月を切った。今から思い直したり後悔したり迷ったりなんて、そんな時間とっくに残されてないんだから。まあともかく一つだけ忠告しとくぞ。いや、だからそれはいつもの俺のセリフ。トーマを誘うのはいいが、妙な同情だけはやめとけよ。変に気を回しても相手の気を悪くするだけだぞ。そういうところには敏感な人みたいですからね。そんなの分かってるって。ああ、あといつもみたいな説教もやめとけ。お前は気を使ってるつもりで、実は一歩も引かなかったりすることがあるからな。何度も言わせるな。自分のことは自分が一番よく知ってる。ああいうタイプにはそういう押し付けがましい態度は絶対にうざがられる。ほんと気をつけろよ。だからそんなうざい真似しないって。もう半年もあいつと付き合ってるんだぞ。何の心配もいらないって。ほとんど話したことないようなこと言ってましたけどね。だといいけどな。そこに居座られるとうざいんだけど。いきなりその言葉を使わないでくれ。竹谷からトーマの2年間を聞いた翌日、放課後さっさと第二音楽室にしけ込もうとしたトーマが扉を開けた時、自分とこの練習はもう一月もないって騒いでたくせに。処分が決まるまではあっちの音楽室使うの自粛しとこうと思って。そこにはどこかのしつこい元クラス委員長がすでに聴衆としての気構え万端で待ち構えていたという。音楽室の中に先に待ち伏せしてたってことですね。どうやって中入ったんやろうね。そんなのんきに構えてて本気で間に合うと思ってるわけ。大丈夫、近日中にすごい仲間が加わることになってる。それはおめでとう。そっか、トーマも喜んでくれるか。なら話は早い。私がそのすごい仲間だったら、そんな冗談みたいな泥船には太平洋のど真ん中でも乗ったりしないけど。この二人の掛け合いは結構面白いですよね。口数多くなったな、トーマ。確かに今年の春先に比べると、黙れ、消えろ、触るな以外の語彙がなんと増えたことか。こっちが黙ってると延々喋り続ける。場の空気を全然読まないバカが現れてからね。
ここで聞いてていい？邪魔だからいなくなれ、うん、と。こっちがいくら言ったってどうせ出ていく気なんかないくせに。これ弾きながら喋ってるんですよね。すごいよな。よく俺のこと知ってるな。さすがは友達。今となっては黙れ消えろ触るなの後にこうしてきっちりフォローを入れてくれるのが何度もあれを食らった身としては嬉しいの一言で、そろそろフォローを入れる必要のない会話にしてくれてもいいんじゃないかと思わないでもないけど、俺の視線を意識してるのかしてないのか、どっちにしてもトーマの指使いにはため息をつくしかなかった。そもそもどう動いているのか俺の目では追い切れない。ありえない速さで鍵盤を往復したかと思うと、その華奢な手からは考えられないほどの広い範囲を親指から小指までで拾い上げたりと、素人耳では音が飛んでるところが見つからない。あまり聞く機会はないけどプロと区別がつかない。まあだからこそ素人なんだけど。そろそろトーマには俺の存在が感じられなくなっているかもしれない。だって普段誰にも見せたことのない表情をしてる。俺たちが出会って一月後に得たシカトの権利を気づかないうちに行使してる。なんだそれは。回想シーンかな。トーマ、トーマ、おい、だから起きろっての。おはよう。今日は珍しく修行前に来てるな。そんなあからさまにため息つかなくても。おはよう、おはよう、トーマ。もうすぐ予令が鳴るからそろそろ起きててくれ。このトーマとの思い出はほとんどが回想シーンで進むんですね。で、寝起きで悪いんだけど、進路希望調査今日の昼が提出期限なんだよ。俺先生から回収頼まれててさ。で、多分用紙は捨てたと判断してこれ新しいの。名前とか俺の分かる範囲のところは書いておいたから。書いてるところも覗かないし、封筒に入れてから持っていくし、内容は絶対見ない。だからまあ昼休みまでに記入よろしく。だから丸めるな、ちゃんと書け。こんなの興味ない。進学でも就職でも未定でも何でもいいから、まず自分が今どう考えてるか、それとも何も考えてないか、それだけは書いてくれってさ。だいたい私に構ってる暇があったら、ちゃんと他の連中の分を集めたら。昨日までに全部集めた。あとはトーマの提出待ち。昨日確か3人くらい休んでたんじゃ。ちゃんと事前に電話して回収に行った。みんな熱があってもしっかり書いてくれたぞ。バカ、ひどいこと言うな。うちのクラスの連中はみんなしっかりしてるんだよ。ほんまにうざいぐらいにおせっかいですよね。誰の話だと。だいたいうちなんか付属なんだから、とりあえず上に進学って書いておけばいいんだよ。何も書かないよりよっぽど放っておいてくれるぞ。行かないし絶対。嘘はつきたくないのか。意外と誠実なやつだな。見直した。勝手に結論付けて勝手に評価上げるな、鬱陶しい。見直されたくなかったら周囲と同化して埋没した方がよっぽど効果的だぞ。何それ。ほら、不良が猫に餌やってたとかいう落差による高評価がなくなるから、みんな普通に評価してくれるだろ。私は誰にも評価されるつもりはない。授業中に書くのはおすすめしない。できれば予令が鳴る前に書いてほしいんだけど。あんたね。まあ下手したら一生ものの選択だし、もう少し悩んでくれてもいい。それじゃあ頼むな。お、感心感心。北原、書き方わかんないところあるか。あんたの言うこと聞いてやるんだから、一つくらい私の言うことを聞け。ああ、もちろん。
何か困ってることとかあったらいつでも相談に。今後私があんたのことをしかとしても気にするな。ものすごく鬱陶しくて嫌な思いをしてるだけだ。これがしかとの権利ってやつですね。そうかほら開けた、持ってけ。結構長いこと書いてたような気するけど。わっと投げるなよ、ちゃんと裏返して。別に見られたって構わない。あんたの言う通り上に進学って書いただけだ。進学するのか。さあ、そうか、これで用は済んだ。それじゃあ私寝るから。ああごめん、最後に一つだけ。何。分かったよ、今後トーマが俺のことをしかとしても気にしないから。ああ。律儀にそこには返事するんですね。だからトーマも俺がしつこく話しかけても気にするな。なるほど。は？おはようトーマ、今日もいい天気だな。おい、ちょっと待て北原、それは約束が。お前の言うこと聞いてやるんだから、一つくらい俺の言うこと聞いてくれてもいいよな。全然一つじゃない。なんて厚かましいんだお前は。トーマ、今さら何言ってんだよ。めんどくさいやつですね。その日以来、トーマは俺がおはようとかさよならを言うのをありがたくも許してくれるようになった。もちろん返事なんか返してくれないけど。だからさ、今の俺には全部わかってるんだ。2年間トーマがどんな思いで過ごしてきたかってこと。親が有名だからとか、先生に贔屓されてるからとか、そんな理由で仲間外れにされたって納得できるわけなんかないよな。その気持ちは当の本人にしかわからないんじゃないのか。だけどさ、厳しいこと言ってるかもしれないけど、それでもトーマはみんなに歩み寄るべきだったと思うんだよ。なんて言うんだろう、気持ちは伝わるってのはさ、別にいい意味だけじゃないんだよ。嫌いだとかダメだとか、そういうネガティブな気持ちもやっぱり伝わるんだ。最初のうちは笑うのも嫌かもしれないけど、無理やりでも笑ってたらその笑顔が相手に伝わる。で、相手が笑顔だったら自分も楽しくなる。正論ではあるんですけどね。そんな生き方の方が今よりよっぽど楽しいと思うけどな。いや、まあ俺らの歳でこんな悟ったようなこと言ってもしょうがないと思うんだけど。ああ、それで前置きが長くなったんだけど、要するに俺の言いたいことは。出ていけ。ん？出ていけ。トーマ？出ていけ。もう二度とここに来るな。まあそうなるでしょうね。余計なこと言っちゃいましたよね、また。いや、けどまだ本題に。出てけ！あっ！その後、俺が扉の外からどれだけ、ん？俺が扉の外からどれだけ呼びかけても、トーマが再び第二音楽室の鍵を開けることはなかった。怒らせてしまいましたよね。余計なこと言って。なぜだ？何がトーマの逆鱗に触れてしまったんだ。俺は全くいつも通りにしてたはずなのに。さすがにわかると思うけどな。そういうわけでごめん、俺小木曽に少しだけ嘘ついてた。ふーん、忙しい人ですね春樹は。次は今度刹那に本当のことを言いに行ってるわけですね。小木曽は俺の話に興味がないような感じで、変装のためのメガネを空に透かしたりしている。あの時のピアノなんだけどさ、実は同好会のメンバーじゃなかったんだよな。たまたま隣にいてお遊びで合わせてくれてただけで。それにしては
息ぴったりだったよね。時々屋上で聞いてたけど、いつも楽しそうでさ。それは向こうがうまく合わせてくれてただけで、俺がどんなに適当に弾いてもそこそこ形になるっていうか。おぎそはやっぱり興味なさそうに変装のための三つ編みをちょこまかといじっている。その怒ってる？何を？だからそのキーボードがいるみたいに嘘ついてたこと。本当はおぎそ以外にはギターしかいないのに。それは勝手に私が勘違いしてただけだもん。北原くんに謝ってもらう理由なんかないよ。そうなの？何か気になることでも？あ、いや、ならいいんだけど。いいんならいいんじゃない？ああ。その割にはこの妙な圧迫感は何だろう。おぎその怒ったところって今までの短い付き合いの間で一度も見たことなかったけど、もしそんな事態になったとしたら、それってきっとこういう態度なんだろうなって今のおぎそを見てるとそう思えるのは気のせいか。ああ、それと悪かったな、バイトのこと。北原くん、さっきから謝ってばっかり。けどこれは謝って叱るべきだし、実際俺が強引に誘ったから。実は今日はおぎそのバイトの最終日。ううん、仕方ないとか全然思ってないから。ああ、同好会のためにバイトを辞めることになったってことかな。そう、学園祭まではこっちに集中するからってことで、学生バイトらしく結構あっさり辞めてしまった。確かにバイトも楽しかったよ。いろんな人とも知り合えたし、いろんな体験できたし、何よりお小遣いもたくさん手に入ったしね。それでも俺が出待ちをしている間、おぎそは店長やパートのおばさんたちに何度も捕まり、欲しがられたり選別をもらったり話し込まれたりしてた。バイト先でも彼女のいつもの人柄はやっぱり好意的に受け入れられていたらしい。でもこれからの一月は今までと全然違う楽しさが味わえそうだから、後悔してないよ。え、楽しみにしてるからね、北原くん。そうだな、頑張らないと。いつの間にか小木曽の表情がさっきまでとは違う本当の笑顔に変わってる。そのなんというか、変装用のメガネ越しでも十分に相手をヘニャヘニャさせることのできる立ちの悪い罠みたいな表情に。けど早いとこ練習を再開しないとな。今の俺にはその怖く的な笑顔に心から骨抜きにされる余裕がなくて。トーマさんだっけ、キーボード候補のあの人。うん、ついさっき強烈に断られたけど。っていうか誘うところまで話を持っていけなかった。どうしても彼女に入ってもらいたいんだ。他の人を探すわけにはいかないんだ。もう一月切ってるから、今からじゃ少しでも後戻りする選択肢はもう選べない。それはそうかもしれないけど。トーマの話をすると機嫌が悪そうですね。それに小木曽だってトーマがいいだろ。あのピアノがあったから歌う気になったんだろ。それは確かに最初はそうだったけど。あの二度目の出会いの屋上、俺のギターだけじゃ小木曽は自分の声を歌に乗せることはなかった。あの時はまさかここまで特殊な条件付きだとは想像してなかったという。俺のギターはともかく、トーマのピアノと小木曽の、おっと、トーマのピアノと小木曽の歌声が合わさった時、あの日の奇跡のセッションがやっと完成するんだから。悪い、聞いてなかった。なんだって？なんでもない、ほんとなんでもないから。あ、そう。なんだか愚痴っぽい声が聞こえたような。でもだったらどうする？トーマさん難しそうなんでしょ？だな。
2、3日のうちに承諾してもらわないと、いくらなんでももう間に合わないし。今週を逃すともう来週は11月、学園祭当日まであと3週間にまで迫ってしまう。すでにもう即席ユニットの領域に入っているのに、これ以上練習再開が伸びたら間に合わせユニットの範疇にまで行ってしまう。間に合わせユニットまずは彼女に話を聞いてもらわないと。何かいい方法でもある？それはあるの？ある。実は一つだけ心当たりが。もう何でしょうか。トーマはまだ軽音楽同好会に加入することを断ったり、誘われたことを怒ったりなんかしていない。何しろそこまで交渉を進めてすらいない。あいつが怒っているのは原因がさっぱりわからないというのは置いておくとして、純粋に俺の態度に対してのものだった。つまりそれは俺以外の人間ならまだ十分に交渉の余地はあるということで。おぎそが行くってことか。北原くん。けれど交渉相手は限られて、第一の条件は軽音楽同好会関係者であること、第二の条件はトーマと穏便に話ができること。第一の条件に合致するのは今のところ3人。その中から第二の条件に合致するのは。あのさ、おぎそ、実は頼みたいことがあるんだけど。やっぱり。え、何？俺はもちろん現段階では合致しない。竹谷ももしトーマが初対面の時のことを覚えてたら、いやそれ以前にあいつら二人は根本的に合わなそうだし。つまりいろいろと御託を並べたところで、ありていに行ってしまえば頼む相手は決まりきっていて、女同士だし話も通じやすいだろうし、何よりあのひねくれまくったトーマに対抗できるのは、彼女とは真逆のまっすぐに心を伸ばしてきた。もう一度俺が交渉してくる。できるの？できるのなんて都合の良すぎること、入ってくれたばかりのおぎそに頼めるわけなんかない。いくら俺だってそこまで身勝手な理屈をこねられるほど人としての恥を知らないわけじゃない。でさ、ほんの少しだけおぎそを利用させてもらいたいんだけど。どういうこと？けれど比較的身勝手な理屈をこねるくらいにはちょっとだけ恥知らずだったりする。何をやるんでしょうね。やだよそんなの。何でしょう。頼む、今トーマを説得するためにはおぎそのことを分かってもらうしかないんだ。だからっていきなり一度しか会ったことのない人の話なんかしたって、向こうもだから何ってなっちゃうだけだって。これから一緒にやっていく仲間なんだから、お互いのことを知っておくべきなのは当然だろ。何をするつもりなんでしょうね。それとこれとは話が違うよ、全然違うよ。もはやトーマの2年間に対抗できるネタとしてはおぎその2年間しか残ってない。あ、そういうことか。方向性としては対局かもしれないけれど、2人のわがままや挫折や頑張りに関してはきっとお互い感じるものがあるはずだ。だいたいあれは私と北原くんの二人だけの。そうですよね、秘密ってことだったのにそれを打ち明けろっていう話なんですよね。それに関しては誠に申し訳ないと思ってる。一瞬燃え上がりそうになった顔を隠す意味でも思いっきり頭を下げて小木曽に懇願する。でもトーマって本当はいいやつなんだよ、絶対に他人にバラしたりしないから。そのセリフもどうかと思うけどね。そう、トーマはいいやつだ、だから今の俺みたいな最低な真似はしないだろう。そこまでしてでもトーマさんが必要なの？必須。どうしてかな。だからそれはおぎそだって。北原くんの個人的見解が聞きたいんだけどな。これから一緒にやっていく仲間なんだから、お互いのこと知っておくべきなのは当然だよね。そうきたか。それともそれってトーマさんと北原くんの
二人だけの。俺のギターを初めて真面目に聴いてくれたやつだから。お互い顔も合わせずに一緒に演奏してくれたこと？いや、もうちょっと前、夏休みの時。一緒に演奏する前に何か夏休みに思い出があるっぽいですね。まあとはいえ、そのトーマとの思い出をここでおぎそに話すべきなのかどうかっていうと、ちょっと悩ましいところはあると思うんですが、この続きは次回見ていきたいと思います。また回想シーンでしょうね。トーマとの思い出第3弾4弾ぐらいかな。さあ、おぎそがだいぶ焼きもち焼いてますけども、まあ、おぎそとトーマと3人で屋上のセッションですか、あれを学園祭ライブで再現できるように、ここから先トーマの勧誘にってとこですね。でも個人的にはハルキが行かない方がいいと思いますけどね。まだトーマを怒らせるでしょこの人は。なんせ余計なこといっぱい言っちゃいますからね。はい、ってことで続きは次回やっていきたいと思います。今回はこの辺で。この動画を面白いと思っていただけたら、チャンネル登録と高評価ボタンを押していってください。また皆様からのコメントが励みになります。ぜひよろしくお願いします。ではでは、お疲れ様でした。